こんばんは、入山明子です。3月14日火曜日、入山明子のつれづれ日記。今日はホワイトデー、皆様はいかがお過ごしでしたか？今日は加山明夫さんのラジオ番組、山梨県そして高知県番組の収録に行ってまいりました。昨年の7月に出演して以来ということでしたが、いろいろな舞台でご一緒する機会が多いので、そんなに久しぶりという感じではないねなんて言いながらお話しさせていただきました。さあ、それでは今日はホワイトデー、皆様への感謝を込めて、今日はささやかながらお礼にコメントいただいた方にお返事をしていきたいと思います。金地区さんです。スタンプをいただいてます。田中さん、ありがとうございます。お疲れ様でしたといただきました。阿部明さんもスタンプです。いつもありがとうございます。沖島晴美さんはブラジルからいつもコメントをいただいています。よく、つれづれ日記も記事の方もご覧いただいて励ましてくださって嬉しいです。二見さん、かわいいくまちゃんが踊ってる、そんなスタンプをいただきました。辻あきこさんです。毎回シェアをしてくださっていますね。ありがとうございます。とても、あの、大阪のライブにも今回おいでくださるということで、またお目にかかれますので楽しみにしています。金崎よしえさんもスタンプをいただきました。ブラジルからの応援感謝です。今井佳代子さんです。ありがとうございます。あ、この番組いいなと書いてくださいました。ありがとうございます。高村社長です。拍手いただきました。ありがとうございます。いつも、気にかけてくださって、応援くださって、とても嬉しいです。中垣さんです。コメントを毎日くださいますね。ありがとうございます。駅中さん、クリスマスローズのお花の写真もいただきました。毎日お写真を貼ってくださいます。ありがとうございます。金崎真紀子さん、FM チャッピーのお茶館ラジオのお疲れ様でしたといただいています。真紀子さんもまだまだ足の調子、本調子ではないようですが、どうぞご自愛ください。加藤昌司さん、おはようございますが来ています。満月さんは、FM チャッピー、今できること頑張っていますねといただきました。塩田さんです。鹿児島県からのメッセージ、嬉しいです。牧野明光さんです。 FM チャッピーの収録お疲れ様でしたと書いてくださいました。ラジオデーですね。最近ラジオ、テレビよくお声かけいただきます。嬉しいです。海瀬さんです。頑張ってくださいね。今日も元気に笑顔でといただいています。石田健二さんもシェアをしてくださいます。ありがとうございます。柴谷富子さんです。北谷海峡から、今日はお天気がよくって、お布団が干せたと書いてありますね。ありがたいです。大阪の男歌ライブもですが、5月上京のスケジュールも楽しみですということで、またお会いできますね。ありがとうございます。さあ、そして今日はアメブロがメンテナンスということで、私の方はアメブロが今日まだアップできていません。 YouTube の方が、 YouTube です。入山明子施設応援隊さん、明子さん、日中は風が強く雨で寒い一日でしたねといただいています。いつもですね、 YouTube の方にもコメントをいただいて励ましてくださいます。ありがとうございます。さあ、それでは明日は地元です、入間市になりますけれども、カサブランカさん、以前も一度お邪魔していますので、2度目のキャンペーン伺わせていただきます。1泊2日すでに多くの方が歌ってくださっていると言われていましたので、楽しみに伺いたいと思います。それではまた明日、元気に笑顔でお会いいたしましょう。おやすみなさい。